皆さんこんにちは。先日の覚醒吉田選手獲得のために61回まで登りました、みるみるでございます。はい、今回はですね、ついにやってまいりました、2020年プロスピセレクションの動画を撮っていきたいと思います。ついにね、12選手が発表になって、でヤクルトではバレンティン選手が登場しました。はい、2013年のバレンティン選手というところで、歴代最強の助っ人といっても過言ではないこのバレンティン選手。はい、今回はこのバレンティン選手を無課金のヤクルト勢は引いていくのかどうか解説していきたいと思います。いや、強いですよね、これはね、みんな欲しいと思うんだよな。うんなので今回はこのバレンティン選手について動画を撮っていきたいと思います。というわけで今回の動画テーマはこんな感じになります。はい、いつもの通り、まずね、バレンティン選手の、選手としてのね紹介と、プロスピの中のね、まあ、能力的な評論をね、まずやっていきたいと思います。はい、でその後、この無課金純正ヤクルト勢はセレクション第1弾バレンティン選手を狙って引いていくべきなのかどうなのかっていうところを解説していければなと思っております。今回もね、概要欄にタイムスケジュールを載せております。気になる部分にぜひね飛んでいただいて、そこから見ていただければ幸いかなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、まずバレンティン選手の紹介からいってみたいと思います。まずですね、このバレンティン選手なんですけれども、実は過去にこの同じ2013年のバレンティン選手っていうのが一度登場してます。っていうのがですね、こちら2019年のタイムスリップ第1弾で、実はこのバレンティン選手2013年の能力で登場しております。この2013年のバレンティン選手っていうのも登場2回目ということになりますね。でバレンティン選手がヤクルトに入団したのは2011年のシーズンからになります。現在ですね、2020年シーズンよりソフトバンクに移籍して活躍されています。まあね、ヤクルトでなかなかね、長年やってくれた選手だったのでかなり残念ではありましたが、で2013年っていうのが、はい、この寸評にもある通りですね、超人的な怪力でシーズン最多となる60本塁打を記録、シーズン最高長打率7割7分9厘も記録した NPB 史上最強助っ人の一人って書いてありますね。はい、そうなんです、この2013年っていうのが本塁打王をね、もちろん取ってるんですけれども、なんとあの世界の王貞治さんを超えたシーズンホームラン60本を放ったという伝説の年になります。はい、この当時ね、僕もね、神宮でバレンティン選手のホームラン見に行ってたんですけれども、もうね、すごかったですよ。はい、もうね、とんでもない高めのね、ボール球でもホームランにしちゃうようなね、動画がね YouTube とかに残ってたりするので、ぜひ見てほしいんですが、本当にすごい年でしたね。でこのバレンティン選手なんですけれども、 WBC とかプレミア12ですね、それの、オランダ代表として、選出されて世界大会でも活躍していた選手になります。はい、まあ日本でこれだけ成績を残していればね、選出もされるでしょうというところで、まあヤクルトに来る前なんですけれども、メジャーリーグとかね、 AAA で活躍をしていた選手なんですが、来日前はマリナーズにいたこともあって、でその時はイチロー選手とかがいたので、イチロー選手と同じフィールドに立って試合をしていたこともあるみたいです。はい、はい、ではここからプロスピのね、能力的なところを評論として解説していきたいと思います。はい、まずね、一番目につくのはここかなと思います。はい、スピリッツがね、このセレクションから3500として登場しているんですよね。今までのが3400なので、ついに100アップという形で、出てきました。もうちょっと先にはなるんですが、シリーズ2にねなっていくと、普通の S ランクもスピリッツ3500になっていくわけなんですけれども、それまでの間はですね、このセレクションで登場する選手っていうのがスピリッツ的には一番高いということになりますね。はい、なのでかなり戦力的にも強いですし、かなり貴重な選手になってくるのかなと思います。あ、で能力的な部分なんですけれども、2019年のタイムスリップに出ていたというところで、そこと比較してみると、またね、さらに能力強化されてるんですよね。まずね、ミートが1上がってますね。前回81だったのが82になってます。でパワーは同じで、で走力がですね、なぜか2上がっているというね、走力 C のバレンティンってなかなかすごいなと思いますけどね。よくよく考えると、走力でさえ B に乗れそうな能力ということになってます。はい、でパワーがね89というところで、小5でねパワー S が
ついに狙えるという選手が登場してますね。はい、おそらく2020年の登場選手ではバレンティン選手が唯一の選手になるかなと思います。すごいですよね、パワー S ですよ、もうサクセスとかの世界ですよね。はい、ヤクルト的な目線で見ていくと、弾道がね、またこちらパワーヒッターというところで、まあ、前回ねラミレス選手とかでも同じようなことを言ったんですが、ヤクルトの選手事情を、考えていくと、はい、ヤクルトのねパワーヒッター持ちっていうのがこの村上選手ですね、先日登場した村上選手とあと山田選手、この2人しか通常の S ランクではいない状況です。それに合わせて、まあ、ラミレス選手がね前回パワーヒッターで登場したっていうところで、かなりパワーヒッターは貴重だよってお話をしたんですが、このバレンティン選手もね、はい、パワーヒッターなので、もしまあ前回ラミレス選手をね僕みたいに獲得できないとしても、山田選手村上選手を獲得してこのバレンティン選手をオーダーに入れることによって、極みパワーヒッターズっていうね特殊能力も発動することができますし、またねパワー型っていうところもあって、ヤクルトの選手パワー型が少ないのでオーダー強化にはなるのかなと思っております。はい、で守備能力的にですね見てみますと、まあそうですね、 D58 というところで守備適性はまあ悪くはないけど良くもないっていうようなところですかね、ちょい悪ぐらい微妙なところですね。で補給もあんまり高くないので、まあ守備は上手い方ではないというところなんですけれども、肩が非常に強くてスローイングも C あるので、ライトもしくはレフトのねポジションであるとすれば、まあライトにね守備としておいても全然いいのかなとは思います。守備がちょっと身長守備なので、守備範囲自体もねあんまり広くないっていうのはちょっとネックかなというところではありますが、まあライトにおいても大丈夫かなっていう能力ではあるかなと思っています。はい、あとはね限界突破という部分で見てみますと、このバレンティン選手っていうのがソフトバンクでね現在もバリバリ活躍している選手ですので、もちろん S ランクもねこの間登場しました。なので A ランクもね通常の A ランクとして、まあソフトバンクではあるんですが登場しています。それを考えると、限界突破っていうのはかなりしやすい選手なので、これはかなり魅力的かなと思います。前回のラミレス選手と比較してしまうんですが、ラミレス選手の場合は現役選手ではないので A ランクを集めるっていう風になってくると、まあ、イベントの中で手に入るねタイムスリップ契約書の A の契約書を使ったりとか限界突破コーチを使うことになりやすいというかね、しなければならないんですが、バレンティン選手の場合は A ランク契約書からね全然手に入れることができるので、これはですねかなり使い勝手のいい選手だし強いっていうことになりますね。能力解説はこんなところになるかなと思います。はい、で今回ねもう一つ、バレンティン選手がこのセレクションでね登場したことによる影響っていうのをちょっと考えてみました。セレクションっていうのがちょっとね特殊なガチャというかね選手なんですけれども、まあ、このバレンティン選手がセレクションで今回、登場したというところで2つ影響が出ているのかなと思います。はい、まず1つ目なんですけれども、はい、今シーズンね今回セレクションとしてバレンティン選手が登場したので、バレンティン選手がねタイムスリップで登場する可能性っていうのが、ほぼなくなったかなと思います。先ほどお話しした通り、その前回ねバレンティン選手が2019年のタイムスリップで登場していたので、まあ今年ももしかしたらタイムスリップとして出る可能性はあるなっていうところは予想していたんですけれども、それがまあほぼほぼないかなというところになるかと思います。すごい残念ですけどね、タイムスリップだったらワンチャンね確定枠としてバレンティン選手なんていうことも可能性としてはゼロではなかったので、それがねちょっとほぼなくなったのは残念な影響かなとは思っております。はい、もう一つこっちはねちょっとねヤクルト純正としてはプラスの影響になるんですが、はい、こちらですね、アニバーサリーガチャの登場枠が減らなかったっていうところなんですよ。はい、これねどういうことか、特にねアニバーサリーガチャをまだ経験したことない方にとってはどういうことっていうことになるかなと思うんですけれども、はい、アニバーサリーガチャの選手ってどういう選手っていうと、まあ私で言うとこの村上選手とかね、この赤い背景にサイン入りのねちょっとかっこいいやつなんですけれども、アニバーサリーガチャという中で登場する選手になってます。ちなみにね去年アニバーサリーバレンティン選手出てたみたいですね。はい、でですねこのアニバーサリーガチャっていうのがね、これもまた特殊なイベントというかガチャでして、セレクションで登場した選手っていうのは実はアニバーサリーガチャでは登場しないっていうね仕組みになっているんです。これは、はい、例年そうなんですけれども、去年の場合ですと
セレクションに2019年シーズン1のねセレクションに登場していた選手っていうのが、この五十嵐亮太選手ですね。この五十嵐亮太選手とこの山田哲人選手の2名だったんですね。でこの2名がセレクションで登場していたということは、アニバーサリーガチャでは去年の場合は登場しないという形になるわけなんですね。でその流れでいくと、セレクションはおそらく第1弾と第2弾でもう1弾来るとは思うんですが、その考え方でいくと、今年まずセレクション第1弾で出てきたのがこのバレンティン選手なので、アニバーサリーガチャではバレンティン選手は登場しないっていう風になるんですね。はい。ですがバレンティン選手っていうのはソフトバンクの選手なんですよね。はい。なのでヤクルトの選手からアニバーサリーガチャとしてね登場する選手っていうのが今回、まあ、減らなかったっていう形になるんですよ。なので結構こうヤクルトのね選手以外、例えば西武の外崎選手とかセレクションで出てるんですけれども、でアニバーサリーガチャっていうのが60連すると、自チーム確定になるガチャになってるんですけれども、なのでその外崎選手がね、例えばアニバーサリーで出るのを期待していてずっと待っていたのに、このセレクションでね登場してしまったりすると、もうアニバーサリーで手に入れることはできなくなってしまうっていうような流れになったりするんですよね。なので、まあ、今回ヤクルトとしてはバレンティン選手が登場したというところで、アニバーサリーで登場しない選手を、増やさずに済んだっていう形になります。はい。なので、まあ、第2弾のセレクションが来た時にまた、まあ、現役の選手で誰かが選ばれるような形にはなるかなと思うんですが、例年に比べてアニバーサリーガチャの、まあ、例えば山田選手とか村上選手とか強い選手確定で手に入れられる確率が、少し上がったっていうところが、まあ、無課金純正もねアニバーサリーガチャを狙って結構エナジーを貯めてたりするので、そこがね、まあ、いい影響かなと思って、今回はまとめてみました。はい。バレンティン選手の、セレクションの登場による影響っていうのはこんな感じであるかなと思いました。というわけでバレンティン選手の紹介と評論は以上になります。はい。ではここからですね、このバレンティン選手、まあ強いわけですよ。まあ、前回のラミレス選手もかなり強かったんですけど、さらにその上を一歩行っているような形の選手になるかなと思います。というわけでね、この無課金純正ヤクルト勢ぶち当たる問題がこちらですね。ハイセレクション第1弾引くのか引かないのか問題ですね。はい。僕がね動画をこう出し始めてから、毎度毎度、問題にしている部分ではあるんですけれども、バレンティン選手は今回どうなのかっていう話をしていきたいと思いますが、結論として無課金純正ヤクルト勢はですね、結果はこうなるかなと思います。はい。めちゃめちゃ強いけどスルーかなと思います。はい。まあね、ある程度予想できた方もいるかもしれませんね。はい。正直無課金でバレンティン選手を、セレクションのバレンティン選手を手に入れるのはかなり厳しいかなと思っております。はい。まあね、その理由、なぜスルーなのかっていう理由をね書いていきたいと思います。まあここももうすでにお分かりの方も多いかと思いますが、はい、このガチャね自チーム確定枠がないんですよね。何度もね動画でこれは言っていることではあるんですが、無課金のね純正ユーザーとしては、確定のないガチャには手を出さないっていうのがまず基本中の基本、定石ということになります。まあね、今回の場合、まあ自チーム確定はなくても、まあ購入3回目6回目9回目で、セレクション1人確定っていうような形になってるんですが、いやまあこの中でこの3回のうちにバレンティン選手が出る確率っていうのも、もう正直個人の運ではあるんですが、あまり期待しない方がいいのかなと。基本的にね、最悪なパターンを、想像して動くのが無課金的には理想的なのかなと思っております。はい。とはいえこのバレンティン選手めちゃめちゃ強いので、無課金がね入手するにはどうすればいいのかっていうところもまあちょっと考えてみました。でまあ手に入れられる方法はこの2パターンかなと思います。はい。まあ余っているエナジーがあればそれでガチャを引いて神引きをするか、今回セレクションミキサーというちょっと特殊なミキサーが登場しています。こちらですね、 S ランク2020年プロスピセレクション第1弾ミキサーですね。はい。こちらのセレクションミキサーを使うことによってバレンティン選手を
狙っていくっていうのが、まあ、現実的な方法になるかなと思っています。このセレクトミキサーっていうのがどういうミキサーかと言いますと、プロスピセレクション限定のミキサーになってまして、セレクション選手を5枚ミキサーすることで自分の好きなセレクションの選手に入れ替えることができるんですね。なので、まあ、簡単に言えば5枚セレクションの S ランクを5枚引いてこのミキサーに突っ込むとバレンティン選手を生み出すことができるんですよ。まあ、現実的に狙うとすればこのミキサーかなと思っています。まあ神引きできれば全然問題ないんですけれども、はい。でこのミキサーで狙っていくっていう場合ですと、今回ね30連60連90連分のところで確定分がありますので、2枚をいかに引けるかが、鍵かなと思います。はい。まあ、もし30連60連90連とこの確定の間に確定分以外でねセレクションの S ランクを2枚引くことができれば、エナジー的に言うと2250エナジーですかね、2250エナジーでバレンティン選手を獲得することができるっていうような計算になっていきますが、まあほぼね出ない可能性っていうのも全然あるので、まあ最悪バレンティン選手が出なかったとしても、まあ仕方ないかドンマイって思える人だけは行くべきかなと思っています。はい。ここでね、まあ先ほどエナジーが余っているエナジーでねガチャ引いて神引きするっていうような書き方をしましたけれども、じゃあエナジーがねそもそも余ってるかの判断ってどこですればいいのっていう部分もちょっとね解説できればいいかなと思っております。はい。で無課金の純正のね、ユーザーとしての判断にはなるんですが、こちらですね、10月登場予定のアニバーサリーガチャまでに3000エナジーを貯められるかどうかで判断すべきかなと思っております。はい。これね先ほどもね言ったアニバーサリーガチャ、アニバーサリープレイヤーっていうところのガチャなんですけれども、このねアニバーサリーガチャっていうのが60連で自チームが確定する、ガチャになっています。しかも登場する選手っていうのが選手自体がとても強力な選手が非常に多いんですね。はい。前回がまあ、ヤクルトでいうとバレンティン選手と村上選手みたいにね、まあ、セレクションに登場しなかったけれどもかなり強力な選手っていうのがここで選出されるっていうような形になってます。なのでこのねアニバーサリーガチャまでに60連を2回やる分をねキープしておきたいっていうのが理想なんですよね。そうすることによってヤクルトの強力選手2枚を3000エナジーでしっかり獲得できるっていうので、3000エナジー10月までおそらくねスケジュールとして10月っていうのが例年だったんですけれども、まあ今年ね開幕が遅れたというところで10月にぴったり来るかっていうのはちょっと予想できない部分ではあるんですが、10月までに3000エナジーをもしね貯められるような状況っていう方でしたら、まあ今回のまあセレクションに少しまあチャレンジしてみるっていうのは、まあそういう状況であればまあ悪くはないのかなと思っています。ということで自分のエナジーがね3000エナジー10月までにねまあ貯められるかもしれんなっていうような感じであれば、まあ今回のセレクションだったりとか今後出るねタイムスリップガチャ分に回してもいいのかなと思っています。はい。こんなところでしょうかね。セレクション第1弾引く引かない問題の解説については以上になります。というわけで今回は、セレクションのバレンティン選手について解説をしていきました。まあやっぱり無課金にはなかなか手が出せないセレクションガチャなんです。今まで僕もクロスフィがリリースされてからずっとやってますけど、セレクションガチャは未だに引いたことがないです。はい。なので無課金ヤクルトとしてはまあめちゃめちゃ強いのはねわかります。スピリッツも高いので、まあ12球団オーダーとかであれば回してもいいと思うんですが、純正に限って言うとおすすめできないかなと思っています。はい。毎回ガチャを引くな引くなっていう動画を撮ってる気がするはい。まあというわけでね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。プロスピ動画ね今後もねぼちぼち出していければなと思っておりますので、もしねこんな動画出してほしいよとかねご意見ご感想とありましたらコメントまでよろしくお願いいたします。はい。コメントねたくさんいただけて本当に動画のね、モチベーションになっております。でね高評価とかもねすごく励みになりますので、ぜひねポチッと押していただければなと思います。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。次回のプロスピ動画でお会いしましょう。それでは。